しをあんあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、おいしいおいしい、大きなお口をあんあん、おいしいおいしい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 、楽しいな。今日はアジのカレー風味フライを作るよ。まずはアジを3枚におろして3等分にカットしておくよ。表にお塩を振ったら裏側も振っておくよ。お塩がなじんだら水気を取って薄力粉を両面にまぶしていくよ。バットに卵、お水、薄力粉、カレー粉を入れてよく混ぜていくよ。切り身を液によく浸したらパン粉をまぶしておいてね。170度の油でこんがりするまで揚げていくよ。中までよく火が通ったらアジのカレー風味フライの出来上がり。さあ召し上がれ。大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、インゲンと人参のごま和えを作るよ。まずはインゲンの両端を切って3センチに切っておくよ。人参は薄切りにしたら3センチに切って沸騰したお湯に人参、インゲンを入れて柔らかくなるまで茹でておくよ。すり鉢に白いりごまを入れてすりつぶすよ。くる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 、くるくるくる。お砂糖、お醤油を加えて混ぜて人参と人参がごまとよーくなじんだら人参と人参のごま和えの出来上がり。さあ召し上がれ。作るよ。まずはオクラを輪切りにしておくよ。薄切りした人参を星形にくり抜くよ。フライパンにサラダ油を塗って薄焼き卵を焼いていくよ。
これも星形にくり抜いておいてね。お鍋の水が沸騰したら火を止めて、鰹節が沈んできたらキッチンペーパーでこしておくよ。だし汁に人参、オクラ、お醤油を加えて火が通って、器に茹でたそうめん、おだしを注いで、お星様をトッピングしたら、七夕すまし汁の出来上がり。さあ召し上がれ。大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、おいしいおいしい、大きなお口をあんあん、おいしいおいしい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 、楽しい。今日はメロンのミルクシャーベットを作るよ。まずはメロンを半分に切っておくよ。スプーンで種をくり抜いたら4等分にカットして、皮をむいて小さくカットしておくよ。フリーザーバッグにメロン、牛乳、お砂糖、レモン汁を入れたら、チャックを閉めてメロンを潰しながら全体を揉んでいくよ。伸ばして冷凍庫で2時間固めて、凍ったシャーベットを揉みほぐしてグラスに飾り付けたら、メロンのミルクシャーベットの出来上がり。さあ召し上がれ。大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、まずは長ネギをみじん切りにしていくよ。ザク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 。ボウルにみりん、お砂糖、お味噌、片栗粉、お水を加えて混ぜておくよ。フライパンに豚ひき肉、長ネギを入れて、肉の色が変わるまで炒めたら、タレを加えて水気が飛ぶまで炒めるよ。ラップの上にご飯、肉味噌、ご飯を乗せて包んだら、三角のおにぎりを握っていくよ。ラップを外して焼き海苔を巻いたら、肉味噌入りおにぎりの出来上がり。さあ召し上がれ。